宇宙の帝王は二人もいらないんですよ。僕がサイヤ人に負けたからって弱いと思ってないよね。そこだ！焦ることはありません。この地を楽しみましょう。十分生きただろう。次なる世界への礎となれ。相手がどんな姿であろうとひるみはしないぞ。悪徳ザンナリ。この私と同じ姿とはふざけた真似を。自分を超えてこそ強くなれるってことですか。スーパーサイヤ人の状態を試させてください。そんなに戦いたいなら俺が相手になろう。これが僕の力です。いつでもいいぞ。ほい。ごはんさんですよね。トランクス、強くなってしまったんだな。あたし？まあいいや、誰が相手だろうと全力でぶっ飛ばす。あたしとそっくりだな。勝った方が本物ってことでいいか。私が直々に実力を見てやるよ。来な。最初から本気で行かせてもらうぜ。私は自分以外を信用しませんよ。あなたも同類のようですが、この体になった僕の実力が知りたいのかい？今の私の力を確かめるとするか。素晴らしい戦いになるといいな。今の私の力がどれほどのものか試させてもらうぞ。素晴らしい戦いになるといいな。俺の真似をして何が目的だ？こうして己と戦うのも悪くはない。さて、お前にも消えてもらおうか。どうだ、美しいだろう。この完璧な姿を目に焼き付けよう。おいおい、お前嫌いだ。サタンいじめるな。にである。邪魔する奴は殺すだけだ。
よりにもよってこのベジータ様の偽物を名乗るとは。貴様も殺してやろうか。修行不足なんだよ、貴様は。よし、フュージョン勝負だ。自分の子供にあっさり負けてくれんなよ。お、親を超えようってのか。さすがチビたち、威勢がいいな。勝ち気でいるのか。いいぜ、やってみろ。ふふ、俺の方が強かったらもうポタラはいらねえな。あんなかっこ悪いポーズで変身するやつに負けやしねえよ。戦いたくて体がうずいてたんだ。ほら、かかってこい。どっちが最強かを決める戦いだ。楽しんでいこうじゃねえか。フュージョンか。今度試してみるか。もう、教えてくれるよな。俺が？お前に？別にいいが、今から戦うってのになんか調子狂うやつだな。